よお前ら、俺様だ、今日も太陽ボーボー持ちますね。はい、今日2019年11月29日です。はい、ここはね、石川県のね、市町村はどこだかわかんないですけど、鶴木駅っていうところですね。はい、あの北陸鉄道のね、終点のとこです。はい、でね、まあ、もうすぐ折り返しの電車に乗ってね、金沢方面に、ね、戻るのであと4分しかないんで、4分後に電車が出ます。4様はペ様と言い換えられるから、4分はペフンとも言い換えられるんですけど、だから手短にね、あの無編集動画で終わらせようと思います。はい、一番嫌いので、あの俺様が乗ってきた電車ですね、あのあれまた乗って戻ります。あのラインがね、これ動画越しだと地盤嫌いに見えるんですけど、肉眼だと、あ、でも地盤嫌いですね。ジャイアンに近いけど地盤嫌いですね。はい。でね、あの山々がね、とってもエクセレントで、なんかね、バスが走ってますね。で、そこはおしっこ色の花や、ウィスパイ色もしくはコマサイ色の花や、紫色の花が咲いてます。レンタサイクルとかもあるみたいですね。ちょっと時間があればレンタサイクルとかもね、いいんですけど、まあ、あの、今日はしょうがないですね。はい、今日はとってもいい天気で、太陽がボーボー燃えてることがね、実感できるようで、いい天気でよかったですね。はい、で、そこの交通安全運動実施中の看板がウィスパイ色もしくはコマサイ色で、なんか古めかしい石碑が立ってますね。はい、あの、ウィスパイ色もしくはコマサイ色で、鶴木駅って書いてあります。これ、鶴木って読みますね。で、あそこの石川線の部分の、あの、日清食品のマークみたいな形の部分が地盤にあるようです。はい。で、あそこはトイレですね。トイレっていうのは、うんことかおしっことかをするための設備ですね。女性トイレのドアが地盤にあるので、それ様は男性だから、ここは入れません。で、ここはなんだろうね。あまり遠くまで行くと電車に間に合わないんで、もうここまでしか行かないんですけど、ここは川ですね。千葉にある腹巻き横にポイって捨てたいんですけど、川にゴミを捨てることはいけないことなんで、次ゴミ箱は焼却炉に捨てましょう。で、このなんか変な突起でね、千葉にある腹巻きをブスってぶっ刺した穴を開けたいですね。はい、じゃあ戻ります。それでは、あの、本当はね、これ、あの、ちゃんとバーチャル動画でね、編集版の動画で、ちゃんと編集した動画撮りたかったんですけど、ちょっと時間がないんで、ね、手短にここで無編集で今度終わらせようと思います。これこのままアップします。はい、それではさようなら。ボーボー。